お客様でしょ。うわ、2名様です。楽にこれでも楽勝様だ。イマジンフィールド発動しちゃいますか。お客様でしょ。これでも。お相手は2名様、先制攻撃をいたしましょう。キエンジン楽勝。お強かったんですね。楽しいな。お客様を発見です。先制攻撃ですね。お相手は3名様です。やるだろ楽勝。やるだろ。これでもお客様でしょうか。ご注意。お相手は3名様。先生でも油断は禁物です。やるだろ楽勝。やるだろ。一生です。お相手2名様、かかってこいよ。これで何になったら。や先制攻撃ですね。お相手は3名様です。やるだろ。楽勝様の撃破です。これでお二人目ですね。お相手は3名様。先生の油断は禁止。感謝したら撃破です。これでお二人目ですね。それでも逆だ。先手必勝です。お相手2名様、かかってこいよ。攻めです。やるだこれでも楽勝。お相手は3名様。先生でも油断は禁物です。やるだろ楽勝様が撃破です。それでお二人目ですね。奥に進まれますか。お客様でしょうか。ご注意が必要ですよ。先制攻撃ですね。お相手は3名様です。やるだろ楽勝。くらえ頑張れ。お客様でしょうか。ご注意が必要ですよ。お客様でしょうか。ご注意が必要ですよ。うっそうなお客様です。扉を見つけました。おはい。うっそうなお客様です。うっそうなお客様です。いろいろと売られてますね。探し物があるかもです。で、一番奥まで来たけど。カノンのやつ、どこにもいないじゃねえか。ここじゃなかったのか。だから俺はグリモワールだって。で、あれ？おい、立花、見てみろ、手紙が落ちてるぞ。
あ、ピンクの手紙。妄想が悪いものだと一体誰が決めたのでしょうか。鳥のように空を飛びたい、そんな妄想から飛行機は生まれました。離れた人と話がしたい、そんな妄想から電話は生まれました。世界の歴史が変わるとき、そこにはいつも妄想が存在していたのです。見つけてごらん、夢より素敵な妄想を。願ってごらん、夢より素敵な妄想を。ご主人様、お嬢様のお帰りを心よりお待ちしております。妄想請負人、カノンより。歴史と妄想？もしかして竜たちに何かを伝えようとしているのでしょうか。いたずらにしては手が込んでいるわね。何が目的だ。うん、俺には分かったぜ。本当ですか。ヒントは、お帰りなさいませご主人様、お嬢様。やつはメイドの妄想宮にいるだろうな。ですね。そんなのみんな分かってるわよ。え、気づいてたのか。おい待てって、置いていくなって。妄想宮に入られるのなら準備をお忘れなくです。セーブポイントです。忘れずセーブしましょう。妄想宮です。お入りに。
相手は4名様です。先生でも気を引き締めて。カノンはいないな。もしかしてここでも。あったわよ、悪趣味な封筒。きっとカノンさんからのお手紙です。なんて書いてあるんだ。妄想とは何なのでしょうか。夢、希望、肯定、それは正しく扱うことができた場合の話。悪夢、絶望、否定、それは誤って扱ってしまった場合の話。人間は過ちを繰り返す生き物です。だからこそ私が妄想を請け負うことにしたのです。夢より素敵な妄想の世界へお連れするために。妄想があふれるこの街の片隅で私は待っています。妄想の請け負いに可能になる。人は過ちを繰り返す。何が狙いだ。いまいちわからないわね。妄想があふれるこの街っていうのは秋葉原のことなのでしょうか。それ以外に考えられないよな。だけどこの街の片隅ってどこだ。秋葉の片隅ってこの辺か。カノンさんは見当たりませんね。俺たちまんまと踊らされたってわけか。やっぱりただの悪趣味ないたずらだったのね。あれ、はーい、アサヒたちだ。こんばんは。あんたたちは、度胸じゃない。わざわざ八つ咲きにされに来るなんて。ちょ、落ち着けって。こいつらは私の妄想を破壊したのよ。殲滅以外の選択肢はないわ。ダメですよ琴美さん、周りの人に見られちゃいます。いいじゃない、完成が楽しみだわ。その琴美、昨日はごめんね。ごめんなさい。え？妄想を壊すのは地形団の使命なの。コトミンのこと嫌いなわけじゃないんだよ。むしろこうやって会えて嬉しいよ。なのよ、調子狂うわね。まあまあまあ、団長と水木はともかく、こいつらは多分本当に悪気がないんだ。許してやってくれとまでは言わない。だけどとりあえず今は我慢してほしい。
今だけよ。ありがとな、カトミ。なあ、アカリ、アオイ、お前らこの辺でカノンを見なかったか。もしくはピンク色のお手紙がこの辺りに落ちていませんでしたでしょうか。もしかしてアサヒンたちも手紙を追いかけてきたの？私たちと一緒だね。アカリさんとアオイさんもカノンさんの手紙を追いかけてここに？うん、そうだよ。あの、これここに落ちていたの。カノンの手紙か。あなたは私に会いたいのでしょうか。会いたいからこそここにいるのでしょうか。あなたが願えばそこに私は存在します。きっとこの町の片隅にいつか出会える日を願って、妄想請負人カノンより。どういう意味だ。わかんない。カノンはここにいなかったよ。それによ、謎解きはここで終わりみたいだな。あ、ピザ！ピザ？うん、ピザだよ。そろそろ届く時間だね。それじゃ、私たち帰るね。帰るね。おう、気をつけて帰れよ。バイバイバイーン。バイバイ。遊んでられるのも今のうちよ。たらふく食べておくことね。ことみさん、結局カノンにはたどり着けなかったな。やっぱりただのいたずらか。いたずらだとしても気になることがあります。こんな悪趣味ないたずらを仕掛けたのは一体どこの誰よ。そう、それだ。もしいたずらだとしたら一体何のためになんでしょうか。カノンさんを語ってリュウたちに、この町の人々にいたずらをする理由はあるんでしょうか。いたずらに理由なんてあんのか。ああ、わかんねえ。ちょっと、しっかりしなさいよ。あんたがリーダーなんでしょ。ああ、いや、それは。え、違うの。まあそんなところかな。で、そうだ、そろそろ迎えに行かないと。ごめんみんな、今日はもう遅いし、一度スミレのエデンに行こう。